周北タクシー株式会社は、秋田県大館市に本社を置く、周北バス株式会社市会社のタクシー、バス事業者である。一般タクシーの営業のほか、路線バスの運行も行っている。社団法人日本バス協会の会員にはなっていない。1961年9月28日、ゆりかご観光として、資本金300万円で、野代市に設立され、 旅館やハイアー業を営む。1964年12月25日、全株式を州北バスが取得して、称号を州北タクシーに改め、国際工業グループ参加となった。1965年8月、大館市に本社を移転。1969年6月、資本金を1200万円に増し、大館営業所を新設した。 2001年12月1日、州北バスより、大久保大線、石川線の移管を受ける。両線を統合して、大久保大線として、運行開始。2013年11月、国際工業グループ参加であった、州北バス、岩手県交通、十和田観光電鉄の3社は、運母によって、国際工業から独立。 新たに統括会社として設立された国際東北の参加に3社など共に入った。一家のバス路線を運行している。大久保大線大館の城空港リムジンバス、大館の城空港リムジンバス、大館の,の城空港乗り合いタクシー、大館の城空港乗り合いタクシー。ありがとうございます。